にちは。もうおなじみのこちらの場所ですけど今回も一ノ倉さんに遊びに来ています。初詣のコーディネートをちょっといろいろ見てみようかなと思って、私着物着て毎年行ってて、今回はちょっと華やかなものとか、まあ、カジュアルなものももちろんいろいろちょっと初詣コーデをご提案できたらなと思っております。じゃあ先生お願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。二刀流ってのはよくほら出るじゃないですか、大谷さん。それ見ててね、ゆりやさん二刀流だと思って大谷着物と洋服をちゃんと両方着こなし、素晴らしいじゃないですか。いやいやいや、着物界の二刀流ゆりやです、ね、ありがとうございます、うん、お正月とかはちょっと古昔を思わせるような古典の柄のね、ものを着るチャンスでもいいかなと思うんですよ。やっぱ季節を表す模様って着物の醍醐味でもあるし、うん、そうそういうのを着るのに一番いい機会っていうか、そう、ね、時期じゃなきゃいけないような花の帯を使うとか、花の着物を着るとか、染めの小紋でもいいし、紡ぎでもいいし、付け下げとかでもいいし、お祓いをしたりなんかするんだったらば軽い訪問着を着ていってもいいのかなと、ちょっとこれ用意したんですけど、はいはい、ここはアンティークでちょっとモダンな感じ、うんうん、ここはアンティークで名古屋帯でちょっとクラシックな感じ、うんうんうん、要するに本来梅とか、うん、梅春だから着物はそんなに頑張らなくてもこういう帯で自分らしさを出してもどうかなと思って、これがアンティークの名古屋帯系で、これがリユースです。面白くない、これほら馬車、馬車なのよ、うん、何の馬車か分かんないけど、なんか一輪で結構昔の馬車の感じですね、うんうん、昔にしてよく考えるよね、うん、これ何の馬車、そうこれね、僕初めキノコかなと思った、私も思っちゃった、これは毛糸、毛糸だ、うん、あでも素敵ですよ、かわいい、かわいいでしょ、うん、これ宝船、まあ、宝船で、うん、リユースだから、この小麦の、うん、かわいいです。いやこれね、やばい、かわいい。源氏物語の平安時代のなんか雰囲気あるじゃないですか。うんうん、しかもお正月、うん、ああそうですね。大河ドラマ。しかもお正月とか百日とかやる、うん。そうそう百日、うん。なんかそう思ったんで、本当にベーシックなお正月って感じしない？うん、これ、うん、これも梅です、ね。梅ですよ。うん、じゃあまずどこから、うん？これからどう？これいいですね。うん、なんかお気になってるよ。でも普通にこういうのも合います、ね。そう。普通にこれとか、うん、字も可愛い、うん、だから着る人よ、着る人ですね着る人の好み。この色無地って多分この字紋があるとないで全然雰囲気変わるから、ね、やっぱり背の大きい方いるじゃないですか、はい、背が小さくても息が長いとか、そういう人ってアンティークがね無理なんだよ ね。だけどユリアさんに憧れてるのはリユースとかの新しいものとかアンティークの何でも着こなしてるから、ああいう風になりたいってみんな思ってると思うんですよ、でそれを満足させてあげるのにはこういうリユースの着物を着て、サイズはたっぷりあって、うん、おかしくない状態でアンティークの帯とか、うん、帯留めとかを使っていただくっていうやり方をされれば、うん、この間 そのパリのコーディネートの時すごい評判だったのは、色無地にやっぱ大きい柄とかすごい個性的な色のアンティークの帯締めるっていうのがすごい好評だったんで、こういうコーディネートはねすごいいいですよね。こういう色も可愛いです、うんうんうん、何でも合っちゃう色の、これはトーンが一緒じゃん、うんうん、だから合うと思うし、うんうん、この辺の色、そうそう、これもいいよ、ね、これ絶対合いますね、これ水仙でしょ、うんうん、白っぽいものだったら多分絶対何でも合う、うんうん、ああなるほどね、うん、でもこれも色のトーン的に進んだ淡い色ってことで多分結構合うと思う、うんうんうん、これ超古典で、うん、これもやっぱトーン薄いから合う、うんうんうん、若い方でもいいし、ねちょっとこうすれば大人でもいいし、うん、やっぱ色無地すごい遊べると思う、うんうん、梅鉢でいいでも大人って感じです、大人ってことね、うん、アンティークっぽさ出したいならこの辺が、うんはいはい、これそういうのもいいよね、あと本当に超アンティークみたいなのあります、これ浴衣じゃない、ね、浴衣じゃない、ちゃんとね合わせになって合わせでなってて、ほら八掛けも黒っぽい色で、これ絹だからね一応、ほら、うん、これ何合わせますか ね。なんかでもやっぱ染め、あいいね、うん、これは一番いいね、これいいですね、うんうん、これはどう、こ
これすごい現代っぽくなりますよね。これはこれ合いますよね、うん、この色味とか、うんうんうん、お土産とかお土産によって変わるかも ね。でもお正月っぽいかって言われたら今一つ、うん、こっちがさごちゃごちゃしてるんで、うん、ちょっとやっぱシンプルなシンプルな方がいいよ、ね、これやっぱお正月感が、うんうんうん、宝船、鶴も亀もいて、うん、これリユースだけどなんとなくクラシックっぽいところもあるし、ね、かわいい。この色があの黒とのバランスがいいし、うん、ここのこの琥珀の色と、うん、これ絶対合いますよ、うん、石詰めこの2つが好きかな、うんうんうん、これなんか自分で欲しいってまた雪はどう雪はの紬かわいい。これじゃなくて染めだからね、うん、これ絶対合うでこれも絶対合う、うん、こっちは こういうのがいいね。かわいい、うん、かわいい超お正月。それはそのランさんはランさん合いますね、うん、色味がやっぱり、うんうん、青系でこれはごちゃごちゃするかな。そんなことないよ。そんなことない。100人一周、うん、めっちゃかわいい、ね、かわいい、うん、なんか楽しい。どうこれかわいい。これもいいよね。赤い色とか入ってるし、うんうんうん、大人の方がこの着物にこれもいいですね、うんうんうん、いいね、うんうん、色味違うからどうだろう。いや合いますね、めっちゃ合いますね、うん、これ大人だね、うん、大人ううかっこいい、うん、大人がこれちょっと可愛い柄着てるのって可愛いですよ ね、うん、いいですよね。これも合いますよね、うん、あこれいい ね、うん、特に今回古典の柄のものをね、うん、出してみたので、うんうん、本来はここにあのゆりやさんの川島さんで作ったあのチェック柄の格子柄の帯あるじゃないですか、はい、ああいうのを合わせてもらったら合うと思うんです、ね、あれ結構万能なんですよね、うん、アンティークっぽくなるけど現代らしさ、うん、そういけるしね、うん、でも絶対もあいいね、うん、お正月お参り行って自分のこれからよろしくみたいなお願いする時だからやっぱり礼を尽くした方が多少ねご挨拶に行くっていうご挨拶行くんだから、うん、そういう意味ではあの紬よりはどっちかというと染めの小紋とか、うんうん、先ほどの色無地とか、うん、付け下げぐらい、はい、私もやっぱさっきのこれ、うん、この辺、うん、こういうのはすごい絶対着ていきやすいだろうなって、うんみんなね、思いました、うん、この辺は逆にお正月関係なく着れる、うん、だから皆さんが持ってるものでお正月関係ないけど、うん、帯変えればお正月っぽくなるっていう、うん、だからお母さんとかさおばあちゃんの着物もらったやつでちょっとお地味かもしれないけど、うん、染め物小紋とかにこういうアンティークの、ね、帯変えるだけで帯とか帯を変えてもらったら、うん、すごくロゴが良くなると思うね、うん、ちょっと時代感覚がないような気がするんですよ、はい、もらったのそのまま全部やるとね全部だと分かります。おばあちゃんの時代にハマるような感じなの で本人の顔は現代なんでそうそうそうやっぱそこでちょっとズレが出るんですよね。そうそうそう着物はやっていただいて帯だけ変えるとか、うん、で帯を使いたいんだったらば着物も今的とかもっとアンティークとかを使われたら、うん、確かにあの訪問着もやってみません。今まで結構現代物でやってきたんで、ねうん、逆に時代合わせてしかも全部鼓コーデ、うんうん、なるほど全部鼓コーデいいじゃない鼓コーデ、ねね、白爽やかで、うん、こういうね、いいよね、色合い的に一緒、うん、これかわいい、めっちゃかわいいやつ私の着物って黒合いますよ ね、うん、ねやっぱ色がはっきりしてるからかな、うん、これもかわいい、若冲の方みたいな、うん、絵のタッチちょっと近いし、これ合いますね。春早いけどこっち菊にしとけば、うんうん、ね、南天とかね南天とか菊とかはほど冬の、うんうんうん、着物にちょっと春っぽいものが入ってても帯に冬のものが入ってれば、そうそう入れといて全部桜だったらね、うん、今チョイスするのは僕いけダメかなと思うのね、うんうんうん、いやあの変じゃないんですよ、うん、ただここにね道具物が入ってるので季節感をごまかすって言ったらおかしいけど、うん、でしかもここ今よく見たら地紋に鳳凰とかいますね、うんうん、この地紋すごいですね、うん、地紋好き、うん、鳳凰いるからこの鳳凰コーデが、うん、これすごい合ってる、いけるよね、うん、しかも季節を合わせるのに菊入れるといいかな、うん、これは絶対合う、うん、超合う、うん、市松模様、うん、場所によって色違うから、うんうんうん、かわいい、うん
この合わせは現代のとアンティークとの融合。ユリアさんの着物の着方ってそういうことよくやってるじゃないですか、うんうん、特にやっぱこういう着物に合わせやすい現代の帯って多分古典柄とかああいうちょっと幾何学っぽいものとか、うんうん、また言うけども、うん、あの川島さんの作った、はい、これ合うかもね、うん、これもうそれ今日持ってきたらよかった、うん、確かに良かったね確かにあれも可愛いでしょ。あ、羽子板可愛い。羽子板と羽と、うん、だからお正月っぽいと思ってモダンモダンモダンってやらないで古典のね、これでアンティークの帯締めたらもらったらいいかな。可愛いですね。選んでみて、はい、あの使いやすかった帯をちょっと並べてみました、はい、上が現代物で下がアンティークです。ユリアさん好きなのまだこれ出てないのそうです ね実は12月の26から1月の半ばまで大阪の阪急梅田さんで去年もやらせてもらったちょっと私が仕切っている祭事っていうのがあって、今回一ノ倉さんに協力してもらって一ノ倉さんの着物や帯とか、あと私が川島さんで作った帯、あと今私実は着物のコートを作ってて、でそういうのの展示とか販売をするちょっと祭事があります。それ用に行ってしまう帯もそうですよねまだ他にね今回ねあのアンティークとリユースのね名古屋帯とか使いやすいやつ、うん、たくさん揃えてるので、うんうん、大阪の方にもこっちの方にもね多少が残るので、うんうんうん、行く前に私も見よう阪急のイベントの時私ちょっとお正月コーデっぽい感じで参加しようかな、うん、そうですね、うん、着物も大切なんだけど帯の選び方って大切ですよね。全然変わるんでね、うん、帯を選ぶのは大変じゃなくて楽しみながらあの選んでいただいた方がいい。もう約束事はなし、もう楽しんで最低限のことだけ抑えて不安だったら一ノ倉さんに聞いてみてね、うん、そうですね、いつでも来ていただければのおじさんいるみたいな1月14日は私が阪急行って実際にトークショーをやったり、うん、あと人数限定なんですけどスタイリングアドバイス一緒にお話ししてスタイリング組んだりっていうのをちょっとやろうと思ってます、はい、これ行きたいんだけどそれに合う何か探してるとか、あともう全く全部コーディネートしてほしいとか何でもいいのでお待ちしております。それとね、もしはい、かんざしと帯戸のいいのがいいか、あ、持ってきてもらえるんですか、うんうん、やった、うん、そんなに超高いものじゃなくってこうかわいい値段お手軽に買えるお値段の髪飾りと帯留めもいきますので、はい、あの、ありがとうございます。12月末に買って1月1日に着るっていうのも可能ってことですね。そう、いいよね。そう、いい案していただいて、ねいろいろ見ちゃったんで、うん、お正月コーデ今から考えてすごい楽しくなっちゃいましたそうですね、うんうん、初詣ももちろんだし阪急の時もちょっとどんなの着ようか今から考えようと思います。もしよかったら阪急のイベントもお着物で着ていらしてもいいですし、ご自身のお正月コーデ参考になりましたとか、あとコメントでもこういうコーディネートしましたとかなんかあのちょっと反響をいただけると大変励みになりますので高評価など引き続きチャンネル登録もよろしくお願いします。あの皆さんいいお正月をお過ごしください、はい、ありがとうございました。こちらこそよろしくありがとうございます。